エマニュエル・アックスはアメリカ合衆国のピアニスト、ユダヤ系ポーランド人、ソビエート連邦、ウクライナ人民共和国のリビウに生まれ、6歳の時に父の手ほどきでピアノの学習を開始する。8歳の時に家族と共にワルシャワへ移り、さらに2年後にカナダのウィニペグへ移住する。1961年にニューヨークに移住し、 ジュリアード音楽院のミエチスはフムンツに指示した。また、父の勧めにより、コロンビア大学へも入学し、フランス語を専攻した。1972年のエリザベート王妃、オーヒー国際音楽コンクールで7位。1974年に、テルアビブ・ルービンシュタイン国際ピアノコンクールに優勝する。1979年には、ニューヨークエイブリー・フィッシャー賞を獲得する。 ピアニストの野崎陽子と結婚し、ニューヨークに在住。二児の父である。バッハから現代音楽まで幅広いレパートリーを持っていて、ソロリサイタルでは基本的にバロックからロマン派までをプログラムに入れている。また室内楽やピアノ競争曲のコンサートも、ソロと同様に幅広いレパートリーを持ち、ソロに偏ることがない。 ソロの録音点数はそのレパートリーの広さに反して、決して多いとは言えず、ハイドンのソナタを3枚、ブラームスのピアノソナタや、晩年の商品を含む3枚、ショパンのスケルツォ、バラードなどを含む3枚、リストが1枚と、数は限られている。室内楽や、競争曲の録音は多く、ヨーヨーマトのベートーベンのチェロソナタ全曲録音や、ショパンのチェロソナタ、 アイザックスターンとのブラームスのピアノ四重奏曲や、フォーレのピアノ四重奏曲などの録音がある。競奏曲では、リスト室内管弦楽団とのハイドン3曲、ベートーベンのピアノ競奏曲全後曲も、アンドレ・プレビン、ズービン・メータラと組んで録音を残している。近年は、イエフィム・ブロンフマンと組んで2大ピアノで、ラフマニノフやブラームスの作品を録音した。現代音楽については、 ジョン・コリリアーノ、ジョン・アダムズや、クリストファー・ラウズ、ブライト・シェンラのピアノ曲の世界初演に取り組んできた。また、マイケル・ティペットや、ハンス・ベルナー・編成など、ジ・エージ・オブ・インライトメント・オーケストラとは、19世紀前半のフランス式ピアノを用いて、ショパンの競争的作品の全曲録音も行った。ありがとうございます。